こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こだまです。今日は先日反物の時にはご覧いただいたんですけど、チアカのおじやで、こう角度によって色変わりするっていう反物をご紹介したと思うんですけど、まあそちらのものが、まあ、お客様のところにお嫁入りしまして、そちらのものがちょうど本日出来上がってきましたので、出来上がりの雰囲気もご覧いただきたいなと思いまして、本日は動画を撮らさせていただいております。で、今回出来上がってきましたのがこちらで、ちょっと角度を動かしますね、ごめんなさい。で、こちらのもので、こんな感じに仕立て上がってまいりました。で、こちらのものは、以前に赤と、これは縦糸黒で、横糸赤というので、うちで私が非常にこう着ていいですよとお話してる、まあ、マルキチマークのまあ、ヨッシンさんにお作りいただいたんですけれども、以前に前にこちらの赤黒のものを作っていただく前は、藍染めの糸 と、赤で、まあ、もうちょっとこう発色がいいようなそういうものを作っていただいたんですけど、まあもうちょっとこう渋い感じが良くて、こういう赤黒のものを作ってくれないかというふうにお願いをしていましたら、まあ、ちょうどこういうコロナの影響もあって、去年にちょっと少し手が空いたんで、作ってみましたというふうにお話しされて、まあ、こちらのものを、うちの方に、分けていただいたような次第で、で映りますかね、こうこんな感じで光が当たるとちょっと非常にこう色がこう、光沢がある糸なんで、非常に変わるということが、まあ特徴なんで、着ていただくとそんなにこう派手な感じは、まあ、今画面上で、下に置いてる時もちょっと渋めの色っていう風に映ってると思うんですけど、実際やっぱりこういう風に着ていただいて、こう光が当たると非常にこう光沢がいいっていうのが非常に特徴ですね。ちょっとまあ画像を近づけてみると、こんな感じで光によって色変わりするという、まあそういうものですね。で、こちらのものをお求めいただいた方は男性の方なんですけど、もうパッと一目見るなり、なかなか色っぽい、まあ、着物だねとおっしゃっていただいて、意識当てはこんなようないわゆるちょっと昔風の渋めのレンガ色で、まあこういう色を合わせた方がなかなか洒落てるんではないかということで。こんな感じのものが、出来上がってきました。ちょっと画像を寄らさせていただいて、ちょっとこうまあ
アップすると非常にこういわゆるちょっとうねりというか、そこの部分が光沢感がある色っていうのが、まあ、非常にこう見て取れるんじゃないかなという。ちょうどここの、ムラ上げの上とか肩の辺でちょっとこうウェーブがかかったところなんかは非常にそういう光沢感が出てますね。ちょっと寄ってみましょうか。こんな感じで非常にこう光沢のいい、こんな感じの置物が出来上がってきました。こう本当先ほどお話したように平たく下に置いてる時は割と渋い、まあ、濃いめの赤紫という感じなんですけど、着ると非常に、照りがあって、光沢のいい麻の糸を使っているので、非常にこうツヤツヤとした綺麗な、まあ、色が出てくるんではないかなというふうに思ってます。でまあこれから、お客様にお納めさせていただくんですけど、まあこんな感じで、前回、織り上がってきた時に反物で見ていただいたものを実際にこうやって仕立てをして、仕上がった状態というのを、まあ、お客様にご覧いただければと思いまして、本日は、動画を撮らさせていただきました。ということで、まあ、こちらの反物も、選ばれた時に正直言って羽織にしようか長着にしようかっていうことで非常にお客様も迷われたんですけど、まあ、まずは長着にされて、まあ、存分に着られたらば、まあ、変な話陣羽織にでも直そうかなと、羽織というよりは、まあ、その方が長く使えるしということで、とりあえず今回はまず、長着としてお仕立てをさせていただいたような次第で、まあ、その後、まあ解いて洗い張りをして、まあ、羽織や陣羽織からまあ変な話、三座着たらば、長襦袢にしても非常に、まあ、ちょっとこういう袖口とか裾なんかからちらっと見えた時も非常にこう色気のある、襦袢になるんではないかなというふうに思ってますので、まあ、襟元もそうですね。ちょっと襟元にこういうチアカの、ものが来ると非常にこうおしゃれなんで、まあ今回は長着ですけれども、まあ、長着として存分にお召しいただいたら、まあ、その後、いろいろな展開ができるんではないかなというふうに思ってお客様にもお話しさせていただいたような次第です。ということで本日は、赤黒の血赤に、見えるもんで、一見こうちょっと濃い紫のような、おじやちじみの反物でお作りした長着ということでご紹介をさせていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。